来たカイアポ畑、ここと、それから、ここと、それから、さらに、ここと、それから、ここと、ここと、それから、こっちもだぜ。はい、やってまいりました。こちらは、網干のカイアポ畑です。本日は、ちょっと変な誤算がありまして、こちらのカイアポ畑にあります、こちら、緑豆ですね。緑豆が、お分かりでしょうか。こんな感じでかなりたくさん実ってるんですね。もうこんなに取れたんですね。それでここは結局どういう風な感じになってるかと言いますと、ここ雨どいがあるんですね。それで雨水がここに集中的に透過されるような感じになってまして、ここから伝ってカイアポの畑に水分が行き渡るようにっていう風にやったんです。それでその水分が一番通る要の場所ですね、ここに植えてた緑豆が巨大に成長してしまいまして、それでたくさん取れたということになります。緑豆は窒素固定をやる植物で、そんなに土地が肥えてなくても自然に育つんですね。灰をあげればもっと育つんですけど、でも灰をあげたっていうかカイアポの灰を少し食べちゃったみたいですね。カイアポにあげたんですけど、それを少し拝借したらしいです。はい、ということでなんだかよくわかんないんですけど、たくさん取れちゃいました。これはね、こんなにこううじゃうじゃあるんですけども、ちょっとまあ脱穀して、それでダールカレーとかそんな感じで食べるのが一番美味しいかなっていう感じがしますよ。はい、ということでございまして、まあこれもね、そろそろ収穫しないといけないんですけども、古民家を改造してそれで畑にしたところなんですけど、カイアポ以外に思わぬ副産物ができたということで、本日は動画を撮ってみました。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。